神宮球場にお集まりのスワローズファンの皆さん、今日のヒーローはサイスニード投手です。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。今日はご自身最長8回を投げ切っての勝利となりました。今日のピッチングいかがでしたでしょうか？It was great. Me and Mucho were on the same page the whole time. We played great defense, scored a lot of runs. It was perfect in my opinion. とても気分はいいです。中村捕手とは、阿吽の呼吸でしたし、守りも、よく守ってくれましたし、点数も入ったんで、最高です。中村捕手、今日誕生日でしたね。Happy birthday. Can't celebrate better than with a win. 中村選手、おめでとうございます。勝利してよかったです。そして今日は打っても2安打、そして1打点というバッターとしても活躍されました。今日のバッティングはいかがでしたか？ You got two hits for RBI. How do you feel about that? I got two hits in the last decade, and I got two hits today.多分100年に、2本しか打ってないんですけど、今日2本打ててとても嬉しいです。そしてサイスニード投手が打つとですね、ベンチが非常に盛り上がるんですけれども、ご覧になっていましたでしょうか？ I mean, the dugout was like... Yes. It was great. They're great teammates. Everybody on the team is phenomenal. And yeah, they were celebrating with me. It was good.チームメイトの皆さん、本当にいい人ばっかりですし、自分が活躍したらああやって喜んでくれるんで、とても嬉しいです。特にですね、今日2本目のヒット、打点をつけたヒットだったんですけれども、その時青木選手が三塁から戻ってくる時のこうリアクションというのが印象的だったんですが、あれは実際どういったことが起きていたのでしょうか？That's because I messed up, but it worked out. それは自分が再ミスしたんですけど、まあ結果オーライというところですね。結果オーライでした。さあ、これでチームは6連勝です。交流戦明け、とても大事な初戦を任されたサイスニード投手の勝利でまた勢いづきました。これからに向けてメッセージをお願いします。Six consecutive wins. Yeah. Team's playing great. Message to the fans. Yeah, we're doing a really good job. You know, we have a great team, and I think we're showing that every day. And looking forward to the rest of the games in the second half. みんな、すごいいいプレーしてますし、チームの状態もいいですし、この後半戦すごい楽しみにしてます。今日のヒーローはサイスニード投手でした。どうもありがとうございました。みんな大好き。